どうもトコチョです。今日は、先日夏のホラーオリパを買わせていただいたミミッキョオリパさんのところでリベンジマッチです、というわけで77円オリパだよが15パック、そして趣味ローリスクオリパが5パック、合計20パックを購入させていただきました。イエーイ、なんかいろいろ入ってますね。よいしょ。というわけで早速ですけれども開けさせていただきますね。よいしょ。77円オリパ15口と趣味オリパが5口、ルチアちゃん当てちゃってくださいっていうことでね、この趣味ローリスクオリパっていうのが555円なんですって。でもう一つのこっちの、77円オリパっていうのが77円なんですって。へえ、なるほど。よいしょ。じゃあまずこの77円オリパ開けますね。これで枚数数えます。はい、77円オリパが無事15枚ある、15口あることが確認できました。というわけでまずはちょっと当たり枠を見てみましょう。当たり枠はこちら、ドン。たけしのグッズ、不思議な雨の UR、シンボラーの HR、カプコケコプリズムスター、あとはジャジメンとかとかですね、とかとかです。で、あとは、あ、そうか、 SR のサポートがいくつか種類がありますね。そうだな、この中で一番好きなのはみかんさんかな。あとは持ってないやつっていうと、多分上り下りと釣り人以外は全部持ってないね。なんでどれが当たっても嬉しいかなっていうところです。で、あ、3枚目の画像があれですね、1枚目と同じような感じかな。ライライか、ライライも持ってないですね。カメックス GX も持ってない。で、これ左上のやつなんだ、あ、戒めの祠か。なるほど。いいですね。なるほど、なるほど。で、あとは、夏目さん。ね。夏目さん、なんとなくロケット団のイメージあるんですけど、ポケスペの見過ぎかね。さあ、というわけで、じゃあ、77円オリパ、早速剥いていきましょう。その後でこっちの方開けますね。よいしょ。さてと、いつも通り、一番最初は剥きチェックですよ。よいしょ。お、これは両方とも当たりじゃないね。モンジャルとトランスル緑です。よいしょ、はい、よしよ。両方とも当たりじゃなかったらどっちが表かまだわかんないね。よいしょ、ぴょっ。雫もぴょっ。プロトーが、よいしょ、いいですね。77円でストレージが当たっていくと思ったけれども、よいしょ。来ましたね。レアコイルが来ました。ありがとうございます。レアコイルの色違いですね。やったー。なかなか可愛いね。なんかいきなり出てきたからびっくりしちゃった。しかもたまたまだけど、すごい綺麗にスリーブの中に収まってくれたね。やったー。よし。っていうことは、これこっちをこう抜くと当たりが見えるかな。せーの、ぴょっ。お、ダーテング GX、ダブルレアが当たっていく。バタフリかわいい。よいしょ。ありがとうございます。よいしょ。ね。よいしょ。あれ？これもしかして、ダブルスリーブにしてくれてる？あ、ですね。やった。すげえ。へえ。いいね。よいしょ。ダーテング GX、240です。ヒットポイントが。で、1エネ惑わす40ダメージで2、3エネ陣痛力、90ダメージと、あと手札の枚数が同じ枚数だったら90ダメージを追加と。うん、なるほど。で、福間伝 GX、 名前がかっちょいい。相手のポケモン1匹とついてる全てのカードを相手の山札に戻して切る。ほう、相手のポケモン1匹ってことは、これバトルポケモンじゃなくてもいいですね。なるほど、面白いな。へえ、ありがとうございます。これもしかしてこっちもダブルスリーブ？あ、ですね。やった。
よし、どんどんいきましょう。せーの、ぴょん。あー、モジャンボ。あ、トランセル。ちょっと待って。あの、バタフリー軸とモジャンボ軸多くないか。また出たよ。どんだけ余ってんだよ。よいしょ。せーの、ぴょん。ぴょん。ドリューズ。最新じゃないやつ。よいしょ。リグレーとオーベン。よいしょ。お、光ってる？ぴょん。間違った。ユアークみたい。岩盤プレス。20ダメージ。次の相手の番、このポケモンが受ける技のダメージはマイナス20される。なるほど。よいしょ。こんな軽いタイプのユアークは初めてですね。スポンジ製かな。よいしょ。リーディー来ました。これはちょっと嬉しいな。よいしょ。リーディーってさすがにちょっと値段落ち着いたんですかね。よいしょ。まあシロナさんの方が高いのかな。よいしょ。お、ダブル無色エネルギー、これ嬉しい。ありがとうございます。やったー。こういうね、ダブル無色エネルギー不足が今私の中で発生してまして。お、すげえ、モンスターボールだって。ちょっと後で見るね。そう、ダブル無色エネルギーすごいな、あの数が足りてないんですよ、完全に。うん、やばい。よいしょ。というわけでモンスターボール、私これ初めてです。へえ。これって今のレギュレーションに使えるの？ SMA って書いてあるから一応使えるんかね。なるほど。コイン投げて表だったら山札からポケモン1匹引っ張ってくるです。スーパーボールもちょっと気になるんだけど、モンスターボールもいいですよね。でもコインを投げないといけないのは辛いよね。でもさ、やっぱりさ、ほら、初代からやってる身としてはこの赤と白のモンスターボールはな、もう思い入れがありますね。モンスターボールの SR とかあんのかな、 UR とか。ちょっと欲しいな。あ、来た、ハイパーボール。やった、これも嬉しいね。よいしょ。よし、あっという間に終わりそうですね。よいしょ。昨日がさ、ビッケさん、よで最後、ビャン、ありがとうございます。最後にコイルの色違いが来ましたよ。やったね。よいしょ。すごいすごい、揃った。コイルとレアコイルです。やったー。見えます？よいしょ。あ、これあれですね、イラストレーター一緒じゃないんですね。へー、なるほどね。いや、いいなぁ。さあ、というわけでちょっと短いですけれども、レアコイルとコイルの色違い、そしてダーテングの GX という、ダブルレアが2つと、あと色違いが2つ、合計30位出ました。間違えてない？さっき私なんて言った？ダブルレアが1つと色違いが2つ、合計3種類が出ました。で、あとはダブル無色エネルギーが1枚と、あと、なんだったっけな、リーリエと、モンスターボールとハイパーボールが出ました。イエーイ。はい、ありがとうございます。では、このまま続けていきましょう。よいしょ。ちょっとこっちに寄っていてね。趣味オリパ、ごくち、ルチアちゃん当てちゃってくでしゃいっていうことで。よいしょ。えい、えい。お、見えますか？硬いやつです。硬いやつ入ってました。やったー、これ嬉しい。え、いや、嬉しくない。あの、他の人にちょっとカードを送るタイミングがあったんですよ、最近。ツイッターのフレンドさんがね、汎用カードが欲しいって言ったから、あ、じゃあそれあげるよって言って、で、あげるタイミングがあったんですけど、郵送するときにね、いかんせんカードが曲がらないように気を使うのがすごい、あの、大変でした。というわけで、ミミッキョオリパさんの残り5口ですね、買わせていただきましたのが、趣味ローリスクオリパでございます。で、当たり箱はこんな感じ。ドン！いいですね。ルチアがボーンと前に出てますし、レシゼクとかも出ます。いいですね。で、あとは、カヒリさん。カヒリさんは私持ってるかな。祈祷師。
あと大木と博士がセッティングと、シバ DGX、 これも欲しいな。うん、なるほど。でキャラクターではポッチャマさん、ポッチャマさんも持ってないから欲しいし、あとはなんだろうな、あ、マルマイン GX、 なんとなくこれ見た目が好きかな。うん、なるほど。であとは、あ、なるほど、今回これ演出付きなんですよね。よいしょ、演出見てみましょう。桜餅カービィが外れで、あわあわワドルディがちょっと期待で、キラキラマルクが当たり。なるほど。っていうことは、これはまずこれ普通のやつってことかな。でこうすると見えなくなりますね。っていうことはこっから行けば楽しいね。よし、じゃあ行ってみましょう。で頭どっち、こっちか。よいしょ、なんかパツンパツンでいろいろ入ってるね。よいしょよいしょよいしょ。これズルックって書いてあるから多分ズルックだと思うんだよ。せーの、ドン。あー、やっぱズルックだ。でこれね、スリーブに入ってるんだよ。なんじゃろ。あ、なるほど、ここに書いてあるのか。なるほどね、そういうことね。完全に理解したわ。こっち向きだね。でこれを裏返すと当たりが出るはず。でこれは外れかなっていう感じですよね。せーの、ドン。え、どういうこと、ちょっと待って。メガヤミラミ&バンギラス GX の SR が来ました。うわ、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。イエーイ、やべえ、ちょっと待って、ちょっと待って、桜餅カービィ外れって書いてなかったっけ、どういうこと。イエーイイエーイ、あかん、落としてしまう。マジでこれめっちゃ嬉しい。ちょっと待って、私さ、最近のオリパーちょっとバンギラス当てすぎじゃない、どうなってんの。ありがとうございます、大好きです。うわー、いいね。8割バンギラスってのもまたいいよね。いや、まあ、いや、未来もな、うん、いいんだけどさ、やっぱここにはプチートが乗っといてほしかったな。そうそうそう、はい、ありがとうございます、これめっちゃ嬉しいね、やった。で2つ目がピョン。なるほど。でまたこれをここにあれですね。え、これちょっと待って、光ってるっぽいんだけど、え、どうしよう、光ってるっぽいしさ、なんかもうあれ、頭がちらっと見えて、あ、これシルバディじゃねって若干思っちゃったんだけど、どうしようかな。迷う。あ、そうか、わかった。じゃあ見えてるからもうこれいっちゃおう。でこれはスリーブに入ってるのかな、入ってないね。シルバディ GX 来ました、ありがとうございます。やったー、数が揃ったね。あれ、ちょっと待って、あ、入ってたスリーブ、ごめん、抜いちゃった。そうだよね、光ってるんだもんね、スリーブ入れるよね。ちょ、ごめんごめん。よいしょよいしょ、ポキョポキョ。いや、今日ね、実はあんまり準備せずに撮影始めちゃったが、ちょっと申し訳ない。で、おう、ワドルディ、え、これって、さっきのやつだと、ちょっと期待ですね。で、逆さまだよね、私さっきからね、ごめんごめん。というわけで、あわあわワドルディ、いきましょう。せーの、ぴょっ。お、メインさん、来ました、ありがとうございます。これはレア枠ですよね。うん、なるほど。ちょっと待ってね、どうしようかな。いや、まあまあいいんだけどさ、どうなんだろう、私個人的にはこっちの方が嬉しかったな。うん、ありがとうございます。まあメイさんも多分強いんですよ。気絶した時にしか使えないっていう、ちょっとタイミングがね、縛られる感じはちょっと、どう使っていこうか悩むところだけれども、でもやっぱ3枚ドロー、好きなやつ3枚ドローは強いですよ、タイミングを見れば。はい、というわけでパラスです。よいしょ、パラスで、よいしょ、次が、よいしょ、お、また桜餅ですね、抜けちゃったしかも。ピュッ、後で入れますね。よいしょ、で、せーの、よいしょ、お、ビリジオン GX、 へー、ありがとうございます。こいつ美人ですよね、 SR だね、しかも。へー、ちょっとスリーブに戻しますね。
ちょっとせっかくだから見てみよう。見てみようと思ったけど SR だから見づらいな。ダブルドロー、山札を2枚引く。で、センシングブレード。この番手札からサポートを出して使っていないたならば80ダメージを追加。で、ブリーズアウェイ。バイドウェイ。自分の場のポケモンを好きなだけ選び、選んだポケモンとついているすべてのカードを手札に戻す。へえ、そんなカードがあるのか。これ GX 技なのね。へえ、面白い。なるほど、手札に戻せるのか。っていうか、ちょっと待て。550円オリパー意外と楽しいぞ。おー、なるほど、ありがとうございます。で、これをこうすると逆さまになっちゃうんだよね。だからこうなんだよね、多分。で、ここで問題が、ライオン3でつかめないから私はこうなっちゃってるんだよね。今ようやく気づいた。私が悪いんだ、これ。よいしょ。はい、というわけで、ケンタロス。白いね。仲間を呼ぶケンタロス。トゥ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 。よいしょ。はい。で、これこのままいくか？いや、演出をやっぱ見よう。よいしょ、よいしょ。こうすればいいね。桜餅です。どうしよう。私はもうさっきから桜餅の方がなんか当たりっぽいような気がするんだけど。よし、いきます。せーの、ぴょん。おー、ジジーロン GX。ありがとうございます。SSR ですって。やったー。SSR って色違いの SR ってこと？すごーい。かっちょいいね。いいね。よいしょ。蛍光王です。あ、最後ですね。クライマックスっぽくいきましょうか。よいしょ。あ、これまたあれですね。スリーブから抜いちゃうやつですね。よいしょ。えい。あー、丸くは出なかったな、今回。よいしょ。いきます。でも私はね、もう分かってる。桜餅の方がいいやつが出る。なんだろうな。そういえば今日当たり枠にくっちりといなかったね。まあでも何か出るでしょう。せーの。マーリン来ました。ありがとうございます。SR サポートの外れ役だと。ありがとうございます。はい、じゃあ整理しますね。よいしょ。はい、というわけで、リザルトです。ですね、今回、77円のパックが15と、555円のやつが5個、合計10、合計20パック、20パック当てさせていただきました。で、今回のリザルトがこちらです。で、そうですね、まずは、77円から出たのが色違いのコイルとレアコイル、これセットで出たの嬉しいですね。もうオリパだから狙って出すことはできないですよね。うん、その状態でこの2つが揃うっていうのはなかなかいい感じで引けたんじゃないでしょうか。うん、やった。で、あともう一つダーテング GX です。で、よいしょ。で、こっちが555円のオリパから出てきたものです。一番嬉しかったのはこいつね、桜餅ですが、メガヤミヤミ&バンギラス GX の SR が来ました。いやー、これ嬉しいね。めっちゃ嬉しいね。ありがとうございます。イエーイ。で、あとはシルバディ GX の、こちらキャラクター、ごめん間違えた、ダブルレアですねが来ています。で、メイさんと、ビリジョン GXと、ジジーロン GX の SSR、そして、サポート SR のハズル役といった感じの開封結果となります。はい、というわけで、そうですね、今回やっぱ一番嬉しかったのはこいつですね。もうずっとさっきから言ってるけどね、私の大事な大事なコレクションまた一つ増えました。ありがとうございます。バンギラスはね、クチートの次ぐらいに好き。うん、いいよね。もともと金銀やってた頃は一番好きでした。いやー、そうかそうか、いいものが引けましたね。はい、というわけで、前回ですね、夏のホラーオリパで若干爆死気味ではありましたけれども、今回それを無事、リベンジすることができたんじゃないでしょうか。おそらくいけたような気がします。
はい、というわけでまた次回ですね、他のオリパの方ですとか向いていこうと思いますんで、またよろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、またね、バイバイ。